旧型タイプのエンブレムの白い塗装の剥がれについて、詳しく説明したいと思います。よろしくお願いします。前回の動画でこの旧型タイプのエンブレムの、白い塗装が、剥がれたっていうのを、動画で出したんですけど、原因についてもっと詳しく説明する必要があると思ったんで、今回、詳しく、説明していきたいと思います。前回剥がれたっていう動画を出したんですけど、右側は、ここの K の、先っちょが、剥がれちゃいました。で、反対側は左側なんですけど、この K と A の、この先っちょですね、こことここが、剥がれちゃいました。見えますかね。まあ、どちらも、この先端の部分から、剥がれてます。まあ、旧型タイプに、交換したんですけど、まあ、また剥がれてしまったので、まあ、一応また、旧型タイプのエンブレム、買い直しました。まあ、なぜ、ここが剥がれてしまったのか、まあ、この買い直した、新品のエンブレムと、取り付けたエンブレムの、状態を、詳しく見ていきたいと思います。まずは、装着して、剥がれたエンブレムなんですけど、まあ、ちょっとこれカメラだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、よく見てみると、この白い塗料が浮いています。まあ、前回の動画でも、説明したんですけど、この白い塗料が、若干上に、浮いています。今この状態で白い塗料がどの辺が浮いてるかっていうと、まあ、この A の部分のこの部分がちょっと今浮いていて、でカメラでうまく映ってるかわかんないんですけど、この辺がちょっと今浮いてます。まあ、押してみると、上から押すと今ここの白い部分の、光の反射を、まあ、見てもらえばよくわかるんですけど、まあ、こうやって上から押さえると、微妙に浮いてるのが、確認できます。若干隙間が、発生しているのがよくわかります。まあ、あとは、まあ、これ今爪で、まあ、爪を使って、まあ、こうやってやるだけでも、なんか引っかかる感じがします。まあ、あとはこの A の、ここですね、こう爪でなんかやってみると、とても引っかかりを感じます。塗料が若干浮いてますね。であと K のこの先端ですね、まあ、上はこれも剥がれちゃってるんですけど、この K の先端の、この白い部分を上から押さえてみると、塗料が若干浮いているのが、確認できます。まあ、この白い塗料が、まあ、若干こう浮いているので、まあ、その時に拭き取りで、引っ掛けて、まあ、こんな風に剥がれてしまうと、僕は考えています。今の状態はこれ取り付け後の状態なんで、新品と比較したいと思います。まあ、これが新品のエンブレムなんですけど、で買い直した同じタイプのエンブレムなんですけど、まあ、取り付け前と取り付け後で、まあ、違うと思います。まあ、新品のエンブレムと装着後の剥がれたエンブレム、まあ、実際にこれ触って確認したんですけど、新品のエンブレムに関しては、全く引っかかりですとか、塗料の浮いた状態というのは、全くないです。まあ、実際これ全部触ってみて、確認したんですけど、引っかかりもありませんし、塗料の浮きもありません。ではなぜ、この旧型エンブレムの、白い塗料がこう上に浮いていて、剥がれてしまったかっていうと、まあ、これは僕の考えなんですけど、まあ、どうしても、まあ、しょうがない話なんですけど、この取り付け面の、形状に、問題があると、僕は考えてます。まあ、新品のエンブレムは、まあ、これまっすぐなんですけど、タンクがこう球面になっていて、でその形状に沿ってエンブレムを、曲げる必要があります。
まあ、こう、まあ、こう押さえて、まあ、曲げるんですけど、でその曲げた時に、でその取り付けの時に、こう曲げることによって、この白い塗料が、まあ、浮いてしまうと、僕は考えています。純正でついていた、川崎のエンブレムは、まあ、これ新品なんですけど、まあ、最初から、形状は、丸くなってます。まあ、純正タイプと、旧型タイプ、まあ、比べてみても、でオプションのこの旧型はまっすぐな状態です。まあ、純正のエンブレムは、最初からこう R をつけてある理由っていうのは、まあ、やっぱり今回、剥がれた、この塗料の浮きですとか、まあ、エンブレムをこうつけるときに、塗料に負担がかかって、まあ、浮きですとか、まあ、そういうのが起きないために、純正タイプは最初から丸くしてあるんだと思います。まあ、このまっすぐのエンブレムを、まあ、こう曲げて、つけるっていうのは、結構違ってくると思います。このエンブレムが、変形するので、まあ、どうしても、この塗料が浮き上がってしまいます。まあ、どうしてもまっすぐのエンブレムを、まあ、こう曲げることになるんで、まあ、その曲げることによって、この塗料の浮きが発生して、で、まあ、引っかかって、まあ、こんな風に剥がれてしまいますというのが僕の考えです。まあ、おそらく原因は、まあ、これで間違いないと思うんですけど、まあ、実際に、取り付けごと、まあ、新品を比較した結果は、まあ、こうなってます。まあ、せっかく、新品買い直したんで、まあ、また時間があるときに、交換したいと思います。はい、ということで旧型エンブレムの、白い塗装が剥がれた、原因について、詳しく僕なりの考えで、説明してみました。もしこれまた、取り替えたら、まあ、拭き取りの時は、まあ、上から押さえるように、まあ、優しく扱っていきたいと思います。この旧型タイプのエンブレムに交換される方、まあ、参考になれば嬉しいです。以上です。